ルイズミケサダが左足コーナーキックを蹴る、カーブしていったボール頭でつないで大森がクリアしていきます。さあこぼれた、ダイレクトのシュート、渡り選手じゃないですか。アディショナルタイム追いつきました。リプレイです。1回弾いてね、ここでセカンドボールに対して